今回はね、旧ソ連構成国の一つアゼルバイジャン共和国の首都バクーで訪れるべき場所の一つをご紹介させていただきます。それはバクーの中でね、訪れていただきたい場所ということで、ゾロアスター教、廃家教の寺院です。ゾロアスター教ということ聞いたことある方いらっしゃると思うんだけどね。その中で、バクーに関しては寺院があるということで、ございます。で、ゾロアスター教の、歴史としては紀元前7世紀にゾロアスターによって開かれた宗教で、現在大体世界に15万人ほどいると言われています。今ね、どこにいるかっていうと、アゼルバイジャンのバクーから中心からね、バスでゾロアスターで、火を崇拝する宗教ということでね、いろんな宗教あると思うんですけど、その中で自然崇拝の宗教って結構起源昔ねあったと思うんです。で、その自然崇拝の宗教の一つ、ゾロアスター教、火を崇拝する宗教という珍しいですけどね、多分歴史で習うことあるんじゃないかな皆さん。で、ゾロアスター教ということで、紀元前7世紀ということで、ゾロアスターによって、始められた宗教で、今2700年とね、ただ西アジアということで、この一帯、そのイスラム教が台頭するまで、この一帯の、主要な宗教だったわけです、この火のね。だからこう火がこうこうと燃えている、この中東、西アジアに関しては油田がいっぱいありますので、そういった意味でも、火が燃えてね、こういった燃えたりするわけだけど、こう見てみると皆さんね、素晴らしいですね、こういう感じで火が燃えてる感じ、不思議ですよね。そう考えると火っていうのは火事になっていろいろと大変ね、被害遭う方もいらっしゃるんだけど、ある意味この火によって料理ができたりとか、火によっていろんなことができる、そういった意味では、ある意味これ人間にとってもね、役立つものであるのかなって感じはするんだけど、見てると、じーっと見てると不思議ですよね。この火の色、オレンジの色でファイヤーが燃えてるわけです。もちろん熱いわけですけどね。なんでこの火なのかっていうね、ちょっと不思議、火が起こるシステム、こういった不思議に思ってしまうんだけどね、だからこの2700年の歴史のゾロアスター教においていろいろとね、考えるものがあるわけですけど、火が燃えてます。で、これが寺院です。こんな感じで、なってますけどね、なかなか、素晴らしいです。大きくはないですけどね、ぜひともここは、バクーに来たら訪れていただきたい場所です。精霊とかね、そういったものを崇拝するっていうことは結構世界各地で行われたわけだけど、でその中で火を崇拝するということをこの話で行われています。西アジア一帯においてイスラム教が台頭する前に、それまではゾロアスター教が、主流だったわけです。イスラムが台頭してイスラムが主流になった後はもう衰えていたわけだけど、今でも一応ゾロアスター教に関してはありまして、そこの真ん中のところも火がね、こうこうと掲げられているわけですけど、なかなか、素晴らしいです。でぜひとも皆さん、ぜひここのね、ゾロアスター教の寺院、バクーの中心からバスで来れます。もしくはツアーで来る方だったらツアーに含まれていると思いますので、楽しみにしていただければと思います。だから神秘的です。オーナンガラパタヤ